ザクロは江戸川乱歩の表した中編小説である。1934年9月中央公論に掲載された。満州事変の勃発を機に推理専門雑誌が続々と廃刊となり、推理作家の執筆依頼は減る中、乱歩だけは熱烈な支持を得て大衆雑誌で活躍していた。しかし、大衆雑誌で本格推理小説はなかなか発表できないジレンマに、 悩んでいるとき、中央公論から何を書いても構わないという破格の依頼を受け、100ページ余りの本作品を発表した。当時、EC ベントリーのトレント最後の事件をようやく読んだばかりの乱歩は、この作品のトリックに刺激されて、各も世間では非常に評判が悪かった。温泉旅行に出かけた私は、凍縮した旅館で、 トレント最後の事件を読んでいる猪タという男と出会う。初対面のはずなのに、いつかどこかで会ったような感じがする。ミステリ好きと聞いたせいだろうか。そんな猪タに、自分は刑事であり、趣味として今まで実際、遭遇してきた事件を記録していること、また記録する前には誰かにその事件を洗いざらい、話した方がスムーズに記録できると打ち明ける。 ぜひ事件について話を聞きたいという井の股に、私は10年前に担当して、功績を得た、硫酸殺人事件について語ることに決めた。硫酸を顔にかけられて、ハゼたロのような遺体を発見したことから話は、始まり。ありがとうございます。